おはようございます。おはようございます。どうも、からあげくんの日常がやってまいりました。見た通り、下田さんが重装備です。体重を僕に合わせて1対1をします。108ですか。僕125なんで、同じぐらいの体重で1対1勝てるのかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。まあ、勝てるけどね。マジっすか。勝てるわ。いや、負けないっすよ、これ。さすがに負けないっす、これ。これは勝つ。僕は慣れてますけど、1対1だけは勝つ。この達也さんの薄い体にこれは絶対無理っすよ。勝つ。ほんまっすか。やろう。3本ね、3本勝負ね。3本勝負で。オッケー、行こう。いきます。唐揚げを食べさせてくれませんか。いや、私を好きになってくれませんかみたいに言うてるやん。お願いします。重そうやな。ガシャガシャ言ってますよ。だったらこれ負けたやばいぞ。これ絶対負けた。いけ、続け続け。足重いついてるから。大好きじゃ。うせやろ、うせやろ。絶対勝ったタイミングやってくれ、今の。あのタイミングで入っても無理な。勝てるわ、勝てるわ。勝つ、勝つ。まあ、勝てるけどね。勝てるけどね。外すなよ。なんで記事に追いつかれへんの俺。キジ君が抜いた。気持ちいい。おう、キジいけるぞ。加藤とか一歩で負けるって考えなかったのか。あー、おい、キジ。よし、じゃあ。いや、達也さん綺麗ないっすよ、いつもの。うわー、くそ。おう、あの、パンケーキとホットケーキって同じでいいですよね。全然いいっすよ。見た、ダブルタッチ完全に反転してたやろ。あれもう一回やればいいってことやろ。あの後や。あの後先からでいいね。よし、慣れてきた。中に入る。よっしゃ。なんでやねん。負けんのか俺これで。唐揚げを食べさせてくれませんか。いや、私を好きになってくれませんかみたいに言うてるやん。足のやつ腕につけたらいけるんじゃない。足取ったら絶対勝てるよ、それは。ほんまっすか。じゃあ一回足取ってやってみます。いきます。足、あ、あ、もう絶対勝った、見て。OK、 あ、これ勝ったわ。あ、見て。あ、足。お。いい勝負だよ。え、下半身めっちゃ速かった。これは勝った。オッケー、一本勝負ね。はい。うわ、ちょっと待って、早いな。勝てるぞ。キリン、勝てる。キリン、いける。あの達也さんが。守備したら勝ち。あ、きっつ。
あ、兵士教授、あれ、ギアセカンドする。おう、これ止めたら勝ち。あ、好き。よっしゃー。